ピーター・ A ・ラムジーは、アメリカ合衆国の映画監督、イラストレーター、作家である。ガーディアンズ伝説の勇者たちで監督デビューした。ロサンゼルスのクレンシャーで育ち、17歳でパラセーズ、チャーターハイスクールを卒業する。UCLA で2年間美術を学んだ後、ロサンゼルスシティ・カレッジの映画クラスに入る。ハリウッドでの最初の仕事は壁画を描くことであったが、 その後すぐにストーリーボードアーティストとプロダクションイラストレーターとなり、プレデターにバックドラフト、インデペンデンスデー、ファイトクラブ、AI に参加した。ポエティック・ジャスティス、愛するということ、ハイヤー・ラーニング、タンク・ガール、ゴジラでは第2版監督を務めた。タンク・ガールのプロデューサーであるアーロン・ワーナーからドリームワークスアニメーション入りを勧められ、シュリックさんと、 シュレックの愉快なクリスマスでストーリーアーティストを務める。ウィリアム・ジョイスの児童文学を原作としたガーディアンズ伝説の勇者たちで監督デビューを果たす。アフリカ系アメリカ人としては初めての構成作品の長編アニメ映画の監督であった。ありがとうございます。